平野紫耀ファンを魅了する新たなイラストと、紫の象徴。元キング・アンドピスのメンバーであり、新会社、トベに加入した平野紫耀が、自身のインスタグラムを通じて新たなイラストを公開しました。そのイラストには、彼のジャニーズ時代のメンバーカラーを連想させるカラーリングが取り入れられており、ファンの間で大きな話題となっています。 また、同じく、紫をメンバーカラーとしていたキシ太タの挙手についても、ファンたちの心を揺さぶっています。平野紫仕様は、飛べという新会社に加入してから、積極的にインスタグラムを更新しており、フォロワー数も増加し続けています。その中で、彼が投稿した新たなイラストは、彼のファンたちにとって大きなサプライズとなりました。 イラストには、シンク、ターコイズブルー、紫の色味を基調にした美しいカラーリングが施されています。背を向けた人魚の姿には、星とガツのようなものがきらめいており、夏の季節を感じさせるデザインとなっています。平野本人は、夏っぽいものを描きたいなと思ってなんか人魚思いついたから描いてた、とコメントしていますが、 ファンの間ではこのイラストには特別な意味があるのではないかと熱狂的な議論が巻き起こっています。特に注目されているのは紫の色。ジャニーズ時代、岸優太は紫を自身のメンバーカラーとしていました。しかし、岸優太はジャニーズ事務所を退除した後、その挙手が不透明となっていました。平野が 紫をイラストに取り入れたことで、ファンたちは騎士ユータの消息に対して不安や期待を抱えています。しかしながら、平野自身は騎士ユータについての言及はなく、ファンたちにはその真意がわからないままです。ジャニーズグループはメンバーそれぞれに個別のカラーやイメージがあり、ファンたちにとってはそれが非常に重要な要素でした。そのため、 平野が新たなイラストにメンバーカラーを取り入れることは彼の過去と未来に対するメッセージと受け取られているようです。一方で、シユータの未来に対しての不透明感はファンたちの心を揺さぶっています。平野紫耀が新たなイラストを公開したことで彼のファンたちには喜びと興奮が広がりました。ジャニーズ時代のメンバーカラーを取り入れたイラストは 彼とシユうの去就についての憶測を呼び起こしましたが、平野本人のコメントがないため、その真意は不明のままです。ファンたちは引き続き彼の活動を見守りながら、彼の新たな道を応援し続けることでしょう。